あれループしてますか？ね、今日さ、ちょっと、あ、声、反響してますかね？大丈夫かな？大丈夫ですか？そう、ドラゴンボール。これね、めっちゃ好きさ、もうめっちゃ好きなんですよ。この、これ、ドラゴンボール。エコすごい？なんかね、声が反響してるんですよね。大丈夫かな？このまま行っていい？いや、お風呂場所。いや、違うんだけど、すごい狭いとこでしてるから。そう、最近ね、部屋がね、クーラー壊れちゃってるしね、家族みんないるからね、なかなか、そう、場所が悪い。半身浴 これで、ちょっと狭いんですけど、もうここしかなかったので、狭いとこなんだけど、許してください。そう、みんな今日海の日でしたっけ？今日海の日？あれだよね。ちょっと待ってね。今日何の日だっけ？あ、違う、今日海の日じゃないや。昨日スポーツの日。あ、違う、今日はスポーツの日だって。あ、そっか。今日はスポーツの日らしいですよ。あ、みんな仕事休みですか、今日。こんばんは。あ、今日スポーツの日か。いや、違う、そう。お母さんが寝てたから、今日も。そう、だからちょっと、どうにか違うとこに行こうと思って。あ、スポーツの日か、今日は。みんな4連休ですね。4連休か。ちょっとね、あのさ、そういえばさ、うわ、すごい すごい、頑張れって。ね、そういえばね、あのね、あの、もう前髪置いとくけどさ、ニキビができてるんです、いっぱい。顔とか、顔じゃなくて、顔なんですけど、マスクで荒れたのか知らんけど、最近よく外にいるんですよ。ここ見て、見えんかな？もうここにニキビができとるけん、もう本当に最悪。本当に最悪。はあ、え、ニキビ一つ分けてくださいって。何個でも分けるとに。全部分けてあげる、私。荒れちゃった、荒れちゃった、本当に。最悪よ。ここに1、2、3、4、5、6、7、3個もある そっか、夏やけんか。夏でマスクしとったらそれ荒れますよね。ね、2つって言わんでも3つも4つも分けてあげると。ねえ、皆さんに報告がある。皆さんにご報告があります。ほんと、どうでもいい報告やけどさ、聞いてくださいよ。私、最近、人生で初めて 私、最近、人生で初めて、こういう今日を出しました。こうやって、こう、四角に「目」って書いてる、今日。四角に「今日」。そう、おみくじを引いたんですよ。ちょっと神社っていうと、あれ、神社っていうとかな、神社っていうと、なんて言うんですかね、お寺かな、お寺か神社かわからん、お寺だ、お寺の方です。お寺の方でちょっとに行ったので、お参りして、おみくじをね、その後引いてみよっかって家族でなって、今日を引きました。もうびっくりした。幼馴染とお母さんとって、
幼馴染は大吉だったんです。で、お母さんが、え、お母さん何やったっけ、お母さんが小吉、小吉だったんですよ。で、私は今日今日です。今日取っちゃった。もうなんでそうなったって、もう本当に私はもうそのお寺のことをちょっとトラウマ、もう行きたくないっていうぐらい。そう、でもね、私ね、今年の1月1日かなぐらい、今年のあの初戦、初戦じゃない、初日今年のあの今年一番最初に引いたあのおみくじが末吉だったんですよ、確か末吉だったんです。で、ちょっと自分的に、え、末吉って良くもないし、悪いわけでもないし、なんだかなって、なんだかなと思ってたんですよ。だけんか大吉か凶かの方がまだ良かったと思って、そう思った。なんかもう、うわー凶やーって言って、なんか末吉の寄りの時より嬉しかった、ちょっとだけ。そう、今日やーっていうの方がまだよかった。なんか末吉はもうリアクションに困っちゃって、末吉かぐらいだったんですよ。そう、頑張っ、なんかもう、そう、末吉のリアクションとかも本当にしょぼすぎて、今日を見た時のびっくりして今日って感じでしたね、本当に。ガーンガーンって感じだったけど、けど、あの、なんか結ぶじゃないですか、おみくじって。けど、なんか今日しか結んじゃダメみたいな書いとって、今日の人しか結んじゃダメですみたいな書いとったけんか、私結べるやんと、みんな結べんとに私だけ結べるやんと思って、超嬉しかったです。本当に私だけ結べるのラッキーと思って結んで、しかも結んでるの見たら、あの、少ないんですよ、めっちゃ。だけど、めっちゃ少ないやんと思って、今日ってこんなに少ないんだと思ってさ、わかる？あ、なんかそう、今日ってこんな人おったとに、たったこんだけしか今日取った人っておらんとかと思って、そのたら嬉しすぎて。そう、でも結んだ後にいいことありますようにってお願いした。そしたら、なんか、あの、おみくじに書いてたのが、生きさまよってますみたいな。なんじゃそりゃ。なんじゃそりゃ。で、しかも、健康は悪いみたいな。なんか、あの、健康？なんか、健康も良くないし、あの、なんだっけ、あと何のがある？あ、そう、仕事も良くないし、総合も良くないみたいな、全て良くない、良くない、良くないみたいな書かれとって、最低、おみくじ最低って思ったけど、まあいっかって。そう、待ち人も来ないって書いてました。そう、全部否定された、私は、あのおみくじに。そう、なんか全部否定された、もう良くない、何も良くない、何も良くない、うわって書かれとって、そう、最悪ですね。けど今日やけんか、もう登っていくしかないじゃないじゃないですか。そう、今日より下なんてないやろ、大凶とかあるとかも知れんけど、今日より下なんてなかなかないけん、もう上がっていくしかないじゃないですか。こりゃいいぞと思ってね。でも大吉か凶かぐらいはっきりしてる方が良かったかな。そうね、どうしますよ、どうしましょう。いや、そうですよ、本当に、なんなんと思って。末吉が今日に対してよりも末吉の方がちょっと悲しかったかな。ありがとうございます。ちょっと恐怖みたいな顔したか。そう、これから運が良くなるんですよ、その通り。いや、これではね、コンビニぐらいまでしか行かないって言いたいところだけど、専門学校行ってました、これで。これにスカート履いて普通に、そしたらまあいろいろ言われてましたね、お友達に。なんそれ、D
って言われてましたね。でなんか写真撮られましたね。なんかおみちゃんが変な服着てるって言われて、なんかいろんな人に写真撮られちゃったそんなって言って、そんな珍しいかなって、これ着てこんやろってみんなに言われた。そう、全身なんか見せる放送じゃないですよ、本当に本当に本当に。そうなのよ。じゃあドボンしますよ。ドボンドボン。そう、18号が人気なんじゃなくて私が人気なんですよ18号じゃない、私が人気ってことにしてあ、スカートじゃないですよ、ズボン。だいたいズボン、私だいたいズボン。ドボンドボンドボンめっちゃポジティブでしょ、本当に。そう、ま、とか目むくんでない、めっちゃちょっと寝とったけんかな。あれ目むくんでるかな。まあ大丈夫大丈夫、ちゃんと私って分かるやぐらいやけん大丈夫。じゃあみんなドボンしますよー。よあ、そっかそっか、何でしたっけ、なんていうやつですればいいってやったっけ。何やったっけ、本書四五千やったっけ、何やったっけ、あの時計のやつは、時計のやつ、時間、あ、そうそう、ジャストだ、ジャストよし、ジャスト時間。なんだこれ、内蔵時計って何。あ、コンピューターの内蔵か、私の内蔵かと思った。ねえ、そういえばさ、あ、まあどうでもいいかこれ。あ今日はね19時44分なんですよ今これね。あ、一番上か、一番上。じゃあ46分22秒で、よーいスタート。あれ何のスタート、ごめんなさい適当に言ってしまった46分22秒。なんかさ、最近知ったけどね、あ、ごめんなさい、あのね、コロナのワクチン早く打ったんばらしいですよそれ当たり前けど当たり前けど早く打たんといけん。そう、私も最近ね、ちょっとね、まあちょっと早く打たんばことにね気づいたさ。打たんばけど打てんじゃないですかね、困った、どうしよう。いろんなねスケジュールがね、私がワクチン打たんとねスケジュールがこうずれていくけん、今後のやばいやばいやばい、予定トランバトランバ。そうそう、何の話だよって思うかもしれんね。まあそういうことですよ、予定がずれそうなんですよね、いろいろ。そうそう、そんな長崎弁出てました、私あ、いいな、そうなんだ。あ、今46分、まだまだ大丈夫、うん大丈夫、時間見よる。あれ、長崎弁って取ったか。あ、やばい、46 80 90 91 92 93 94 15 16 18 19 20 21。ドボン、イエーイ、おみずきの写真ゲットした。あ、間違えた、写真の方と出会った。わー、おみずきの奇跡だ、嬉しい、ありがとうございます。2 パチパチ2。え、びくしぶりそう。楽しいな、サンタス。あ、そういえば一個面白いこと思い出した。お腹鳴ってないですよお腹鳴ってないですよ、お腹鳴りましたよね、今鳴りましたよね。食べたとに、さっきまんじゅう食べたとにな、美味しかった、あんこがいっぱいで変な顔したまんじゅう、美味しかったよ。お土産かな、あれは。
変な顔したまんじゅうが。やったー、上がりー、ありがとうございました皆さん。ね、違う、普通のあんこのまんじゅう。嬉しい、1位、1抜けです、ありがとうございます、上がりでした。あ、これめっちゃいい場合、京都は思えん、本当に京都は思えんよね、こんな運良くて。やったー、一番最初から1位です、ありがとうございますなんかね、顔のついたまんじゅうやったさ。そう、でもあんこのまんじゅう、なんかちょっと開いてるんだけど、1抜け、あ、1位抜けね、今日とは思えん、本当に。なんで今日なんだろう、私めっちゃ運いいとにさ、めっちゃ運いいし、めっちゃポジティブとに、私に今日なんてね。あ、これ卵食いって、あ、そういうことか。そう、でもね、ん、そう、でもね、これでもね、1年前よりは痩せた方なんですよ、これでもじゃあ次は50分22秒、50分22秒。そうやろ、運がいいと思うけん運気が上がるとかもしれん。だから今日はもうびっくりですね、今日って。今日撮ったことありますか皆さん。今日撮ったことないやろ、私もう初めて見たもん今日なんて。えっ、あ、びっくりした。そう、50分22、うん、50分22、なんか夢に出てきそうこの瞬間。あ、まさ夢かこれ、夢か、あれどっち嘘嘘嘘あの、なんか夢っぽい感じ、まさ夢、一回夢で見たかもしれん、この瞬間。まさ夢かな、これって。50分22秒やけんね。うわ、大凶もあるんだ。とか次また末吉引くぐらいなら大吉引きたい、大凶引きたいね。大凶三つ引いたって、やば、やば、三つはやばいですよ、やばい、22分になるよ。6、7、8、9、あ、タイさんありがとうございました。来た、なんか引きました。違う、1回しか引いてないんですよ。え、あー、やった、お水着だ、お水着がいっぱいいる、嬉しい嬉しい。なんかあのね、いっぱい引いたらね、神様にね失礼なんだって言われたけんか、やめました。なんかそう、いっぱい引いたらなんか神様のアドバイス、神様じゃない、あ、仏様でした、仏様のアドバイスをなんか無視することなるみたいな。何回も引いたら、だけ1回しか引いちゃダメらしく、あれは。みんな気をつけてくださいね。まあ、え、すごい3連続今日はやばいいいな、だって一生話のネタになるやんそれあ、終わった、あ、終わってなかった、全然全然終わってなかった。あれ、なんでレイショットね、なんでレイショット、このやめて、終わるっちゃろ。うわー、ドボンする気だね、終わらんで、よし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 、ん、あ、ほんとね、昨日ねサッカー見てました、みんなさん、みんなさんっていうのよ、何、皆さん、あ、負けた、悔しい、ポニーテールってことでもないっちゃけどね、今日パサパサなんですよね髪が。なんか大勢ありがとうございました、残念でしたね。
可愛いな。ねえ。次はね、54分22秒にしよう。54分。ちょっと暑いな、ここやっぱり。ちょっとお母さんの隣行こうかな。涼しいけど。まあ確かにね。なになに？何それ？オッケーって。なんか顔がテカテカしてますね、私も今日。ハイライトつきすぎたかな。まあいいでしょう、ハイライトはいっぱいつけた方が顔がテカテカ。54分22秒、もうちょっとあるね。リップ濃い？ほんと？じゃあもっと足そうかなって。間違った。今週のハイライトは何にしようかな。いやー、動物にいっぱいあったのもすごかった。やばい、54分になった。やばい。4、3、4、5、6、7、8、9。やっぱマイペースやけんさ、多分時間が多分さ、やっぱこうなんだ、だけんか。私の感覚やったら、6、7ぐらいに感じるけどさ、もっと地球は早く動きおるもんね。ドボン！22秒にちゃんと入ったよ。わーい、あーすごーい。大勢よろしくお願いします。そうやろ、多分マイペースやけんさ、私の時間が多分進むの遅く感じよったかもしれんね。よろしくお願いします。あー、私の写真を使ってくださってるんですけど、このあのピンクのさ、あのリボンのさ、ミント色のさ、あのリボンがついたあのピンクのドレスみたいなやつめっちゃ好きなんですよ、私あの衣装。そう、これいいよね、好き好き。あ、間違った、 K と Q ってどっちが大きいっけ。 K やん、悔しい、間違えた。私頭悪いとかな。茶髪に見える？茶髪にしたいんですけど、人生で一回茶髪にしたいしさね。したことあってやった、ごめんなさい、嘘ついたっていうか、 なんかすごい人生で一回も染めたことない人みたいな発言してしまった、ごめんなさい。あの染めたことあるんですけど、あるんだけど、あの早くもう一回染めたいなと思って。あ、やった、上がり、ありがとうございます。ありがとうございます。1位、イエーイ。まあ2回目だ。1位、あ、そうなんですよ、1回染めたことあるけど、もうね、 2年ぐらい染めてないけんさ、染めたって言ったって2年前の話やけんか、もう染めたことすら忘れてるんですよ、私頭悪いので。やだ、ピアスまでついてました、私恥ずかしい。茶髪にピアス、やばい。そうなんですよ、ピアスをここに開けてたんですよ、こことここに。まあ普通だと思うんですけど、これつけてたんですけど、あのね、あれが、あの消毒がめんどくさくなっちゃって、そう、もう閉じたんですよね。そう、やんちゃな時代、やんちゃじゃない、ただあの憧れただけ、大人に。なんか茶髪にしたら大人に見えるじゃないですか。そう、ずっと黒髪のなんか、あのなんかこうジャガイモみたいな感じやったけんか、そう、なんか髪を染めたら可愛くなれると思ってたんですよ。そう、でも髪を染めて黒髪に戻した時の方がみんなに可愛いって言われたけんか、それから一回も髪を染めようと思ったことなかった。
じゃけど最近さ、髪明るいの可愛いなと思って。そうそうそう、周りみんな茶髪にするじゃないですか、高校卒業したらさ。そう、それにちょっと乗っかって私も染めちゃった。そうなんですよ、私顔が多分幼いけんか、茶髪より黒の方がね。あ、ありがとうございます。え、何色でもおせよって言われた、嬉しい。何嬉しい、もう金髪にして18号になっちゃうかなえ、そう、ちょろいんですよね、確かにちょろいんですよ、私って本当に派手になりそう。え、でも一回だけさしてみたい、でまた黒に戻したい、あの満足したら。え、青はせんかな。青ってどんな青、金似合うかな。似合わんやろ、私だってだってねえ。ん、おみ冷めちゃダメ。あのね、今日は運転してないですね。あ、そう、でもコスプレとかしてみたいですよね。教師の、教師のコスプレ、コスプレって意外と高いけんね、困っちゃう。染めないでって、え、初見になっとる。え、初見なの、初見なの、え、初見になっとる。あ、そう、大福のコスプレ中そんな大福に見える。じゃあ白あんとこしあんどっちが好きですか。は、白あんとこしあんじゃなくて、あの黒あんとこしあん、あ、違う違う、黒あん白あんと、黒あん、なんて言うんですか、黒あんのこと。白あんと、黒あん、あんず、あずき、あ、し、こしあんとつぶあん、違うよ、白あんって知らんと。あ、こつあん白あんとちょっとごめんなさいごめんなさい、つぶあんとこしあんか、こしあんと、え、こしあんとつぶあんじゃなくて、私は白あんかこし白あんか、白いあんこか黒いあんこやったらどっちが好きですかって聞きたかったんですけど、どうですか皆さん、白あんと黒あん、黒あんって言わんとかな。私結構白あんが好きなんですよ、日本人なんですけど。そう、白か黒いあんこってどっちが好きですか。私は白い、いや一番好きなのおみから、おみやん派か、おみやん派か、私は白あん派なんですけど、おみやん派か。黒、やっぱね、黒の方がね定番なんですけど、一回白食べてみたらね、え、こんな美味しかったんだと思って、そう、この間感動しましたねって言いながら、さっきは白あんと黒あん2つあって、黒い方を食べました。なんやねんって言われそうなんだけど、なんやねんって感じでカスタードクリームね、まあ、確かに、今たい焼きの話してましたっけたい焼き、何の話からこうなったっけ。そう、私はまんじゅうを想像してたんだけど、みんなたい焼き想像して話してました。そっか、まんじゅうだと、おまんじゅうだったらやっぱ白くないですか、 白が良くないですかどう面白いなんそれ、大判焼き、大判焼きって何でしたっけ、何でしたっけ、大判焼きって、なんか食べたことあるかもしれない。あ、分かった、あのさ、冷凍食品の話、冷凍食品のさ、あのこういう丸いやつ、太鼓焼き、あ、それ今川焼きか、あ、なんで人とあ、そう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 、冷凍食品のやつよね。あ、そうなんだ、そうそうそう、あ、そうなんですね、あ、そうなんだ、あれ、あんこ入ってないとか、今川焼き、へえ、
あれ私名前何も呼ばず食べよった今まで。なんて呼ばずに食べよったけど、な名前あるんだ。大判焼き、大判焼き、大判焼き。いろいろあるんですね名前は。私はあれのことは普通にあれもまんじゅうって呼んでも食べてました。まんじゅうって、まんじゅういただきますって言って、あ、オリンピック開会式始まったねって。へえ、始まったのか。見らんといけんかな今度。今度今度っていつか見よう、いつかニュースで見よう。ニュースで見る。オミンピック、オミンピックしようかな一人で。あ、ドボン、ドボン、ドボンしようよ。ドボンし、し、すと忘れとった。じゃあ5分22秒ですね次は。なんか今日522多くない？やっぱ私が誕生日やけんかな。じゃあ私の誕生日、え、どこの国に注文してる？え、台湾焼き。何の話。やっぱ時差のあるけんさ、なんか分からんけど、いつもにまして。いやだ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 、マイペースはね良くないんですよ。短所ですよ短所。長所にはなりづらいな。短所、短所やけんさ、やめてやめて、頑張ってパキパキ動きます。マイペースってどうやったら治るっちゃろうか。足が痛いな。今ねまだあと1分ぐらいありますよ。みんなゆっくりしてていいですよ。無理やろ、予想とかできんやろ。私結構あれですよ、話飛ぶし多分適当なこと言うけん。そうなんでしょ。でもね、相方と、相方はねすごいせっかちなんですよ。だからちょっとたまに性格が合わなくて、あのたまにちょっと言いますね、そんなせっかさんでって。そう、せっかちさんなんで相方が結構多分。私がマイペースやけんか言うね。花火、花火ショット、いいなぁ。あと5秒、9、10、1、ドボン、イエーイ。しゃっくり止まらん、え、イエーイ。うわ、おったおった、おみずきおった。あ、すごいすごいすごい、おみずき3人おる、やったー、嬉しい。ここ全部、あ、イエーイ、嬉しい。いや嬉しいな、嬉しいな、嬉しい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 、嬉しくてちょっと連打しちゃう。あ、私の番は、あれ、イエーイ。カウント、どういうカウント、どういうカウントしたかな私。やった。最近さ、私の計算力が衰えてるんですよ。どうしよう、私は計算が売りやったとに。私の計算力、あ、違う、暗算力が落ちてるんですよ。最近スーパーじゃないけどちょっとお買い物に行ったんですね。でその時に3割引きはいくらですかっていうのを言われて、いつもやったら本当に3秒ぐらいで出てくるとに、そう、なんか出てこんで、あ、やばーと思いましたね。そう、暗算ができんくなっとって思ったより。そう、ちょっと7314かな、7314。今の早かったやろ。今画面見て1秒ぐらいで答えたよ。今の早かったやろ。あ、なんで、なんでよ。やった、ありがとう。おみ
ちだ。やった。イエーイ。おめでとうってありがとうございます。ピンパスもありがとうございます。やったやった。じゃあ、取れてなかったね、今。ありがとうございます。嬉しい。1位だ。なんかね、いやでも、なんか昨日、一昨日3日ぐらい前に、パッて3割引きが出てこんやったのはちょっと自分でショックだったんですよ。ああやばいなと。私もやっぱね、脳みそはね、衰えていくもんやけん、使わんと。やっぱね、専門学校卒業して頭を使わないような生活を送ってるんだなって思いました。いや、そんなことない。多分もう一回当たる場合。じゃあもう一回しますよ。10分22秒でお願いします。2分後ね。あのね、そんなの分からんさ。350円の 10割引きはいく。そういうね、何割引きの計算結構難しいんですよ。10割引きってさ、0円じゃない？違う？え、10割引きってさ、0円じゃないです。0円だよね、多分。そうなんですよ。簿記とか勉強してみようかな。ん？ 10 分20… そうだよ、10分22秒。え？変？ 10 分22秒。0円ですよね。よかったよかった。あのね、そういうのも、あ、わかるわかる。10。350÷35。でもなんかちょっとだけ、あの計算力は衰えてるなと思いましたね。もっとは、もっと早かったもん。お母さんからこれの3割引きはと言われたら、7357円ぐらい、もうほんとぴったり言えたのに、最近はね、出てこんで、ちょっと4320円ぐらいかなってごまかした。出てこんで。そういう日もありますよね。そういう年かな、私も。悲しい、悲しいよ。でもみんなもね、あの、そうですよ、あの、あれせんばよ、あの、脳みそ使った方がいいですよ。電卓ばっか頼ってたらダメなんですよ。ちゃんとね、計算せんばだけお母さんに言ってるんですよ。私にばっかり頼らんで、あの、自分で計算した方がいいばいって。あの、老化すっけん。老化そう、そう、老化が進むけん、自分でしてって。たまにドボン、よかったよかった、ドボンドボン。あのね、 0.7 かけてなくてね、3をかけてます。3をかけて引いてるんですよ。だけん時間が 0.7 かけた方が早いとか、早いとよね、多分。あ、なんか今度から7かけよう。いつも3かけて引いてたんですよ。そうか。すごい、宇宙について考えとった。あ、そう、やっぱり3かけて引く方がは、あれかな、0.7 かけた方がいいやろね、でも速さ的には。すごい、ご本人って書いてある。ご本人。目玉焼きにはソースかけませんよ。目玉焼きは塩コショウです。目玉焼きにソースかけたことないの？塩コショウしかかけたことない。てか目玉焼きって味つけんでもよくないですか？つけんば。目玉焼きは目玉焼きやけ。ああ負けるよ、絶対これ負けるやん。もう、え、掛け算やったらね、3と3ぐらいだったらできますよ。3、3ぐらいやったら、3、3、3、3、7拍子、3、3、7拍子とかありますよね。3と3ならいけます。2と3でもいけます。まあ、で4と4とかでもできるけど、時間がかかっちゃう。だけん
電卓の方が早い。22ぐらいだったら私の方が、あの超電卓が上手な人じゃなかったら私の方が早いと思うけど、22やったら、22ぐらいやったら。398の3割引きなら、あ、そういうことね。だいあ、そういうことか。そう、細かいとこまで計算するけん時間かかる。400円でいいんだよね。わ、意外と長期戦になった。リフティングやってた。私最近リフティングやってないっすね。ほんとどうしよう、もうできんくなるかもしれない。なんかね、あのね、サッカーしてたんですよ。ちょっと最近ま、ちょっと最近までガチガチにサッカーしてたんですよ。練習に参加して、もう本当にあの学生時代やってたぐらいやってたんですけど、あのですね、あの足にですね、あの傷がめっちゃついちゃって、もう控えてます。そうで、爪もね、ちょっと血豆がね、あのできてしまってね、治らないんですよ、未だに。だけんか、あ、このまま続きよったら傷だらけになってしまう。そう思って今ちょっとセーブしてるんです。今セーブ中。な、電卓3級って、うわ、勝負したい。でも電卓の方が全然いいですよね。なんかさ、あー悔しい、私もうちょっとだぞ。そうよ、私ね、ボロ意外とね、サッカーしすぎてね、もうね、足にね、朝がいっぱい、いまだにここ治ってなくて、あの太ももの傷、あのスパイクの裏でシューってなったのがいまだにこう治ってなくてね、残ってるんですよ。でこのまましよったらいっぱい傷だらけになってしまうなと思って、小学生の時に、小中学生の時にサッカーやってて、あの傷だらけで、傷だらけだったんです足がね。でそれ結構コンプレックスだったんですよ、高校生になった時に。なんか女の子なんかこう綺麗じゃないですか足みんな。そうで、けんか傷がいっぱいあるのがね、コンプレックスやったさ。で、けんか早く治そうと思ってサッカーせんで治しよったのを思い出したんですよ、超大昔。 それで今また傷がいっぱい出てきたけん、できてしまったけん、ダメだ、このままいっぱいやってたらと思って。そうそう、うわ、そうなんだよね、足がね、あざとかね、結構消えないんですよ。傷あってもいい。そう、あ、そうなの、よかった、じゃあもういいやって。あざばっかりなんですよ。でも手とかは全くない、手は全くない。わあ、かっこいい。女の子は足じゃない、ハートが全てよ。ハートが全てか、かっこいいですね。そう、体質なんですよね、きっと。あざができやすい、傷がつきやすいとか、多分ね。そう、体質っていう話で言うと、私すごい色が黒くなりやすいんですよ。めちゃめちゃ焼きやすくて、あのなんだ、靴下の跡とかもすごいつきやすいタイプなんですよ。そうそう、あの体育祭の跡とかもう一瞬でクッて綺麗にね、足綺麗に跡がつくぐらい焼きやすい。だけんレミタン、レミもめっちゃ黒かったよね去年っていう話をよくしてる。そしたらそんな黒くないかったって言ってましたね、みたいな。いやでも焼けてたよって言って、去年は。で今年も多分ね、ちょっと期待してますよ、レミタンがどんだけ黒くなるか。そう、あ、もう黒くなっとった。もう黒くなっとった。マジか、今年もか。なんかもうでも学生、中学生って感じで安心しますね。なんか
なんか一緒におるとなんか本当に中学生かなっていうか、なんかちゃんと学校生活、なんか中学校の学校生活ってちゃんと送るとかなとか、ちょっとね、なんかこう心配じゃないけどさ、なんか不思議に感じるんですけど、黒くなって会ってからさ、すごい黒かったりしたら、あ、やっぱり中学生だって思いますよね。だいたい中学生ってみんな黒いじゃないですか。そう、体育とかもさ絶対せんといけんし、そうやろ、黒くなったり見た目見ると、あ、やっぱ中学生ちゃんとやってるって思うよ。もう私の方が全然黒かったけどね、レミタンより。レミタンとかも比べ物にならんぐらい私の方が黒かった。だってさ、6年間サッカーしてて日焼け止め多分1回も塗ったことない。6年生で6年間塗ったことなかったし、男の子より黒かったし、中学生になったら男の日焼け止めを塗るようになったんですよ。あ、そう、6年生になったら大会が少なくなって、あ、違う、大会が少なくなったのと、私が受験をしたんですね。そう、6年生の時に。それでサッカーを2ヶ月ぐらい休んだんですよ。そしたら6年間ずっと真っ黒だったのに、2ヶ月ぐらいで一気に白くなって超感動して、中学生になったら日焼け止めを塗ろうってちょっと思って、そう、あの日焼け止めを塗り出したら、なんか男の子よりも黒くなくなった。よかった。いや、モテるわけないじゃないですかそんなモテるわけないよ。そんな真っ黒でさ、お猿さんみたいにサッカーしてたのに、ずっともう本当にお猿さんみたいでしたよ。小学生の時は木に登ってみたり、泳げないのに泳いでみたり、あのライフジャケットを着て泳いでみたり、そう、山でも走り回ったりしてました。そうだよ、本当に真っ黒でやばかった。そう、なんか塾の帰りとかにもうみんなから、なんかもうみーちゃん黒すぎて、あの歯しか見えんって言って、みーちゃんどこって言われてました。そう、そう、歯なんか白くて、そう、真っ暗な闇の中で一人でギラギラ笑いやったら黒すぎて歯しか見えん、そうやろって言って、めちゃめちゃ笑ってましたね、ドヤ顔で。あ、どうも、やります、やります、ごめんなさいね、本当に皆さん本当にごめんなさい、どうもします、いきますね。じゃあね、22秒、あ、違う、22分22秒、2分後です。そうそうそう、いや、そう、そう、夜になったらもう、ま、もう見えなくなるさ、私は黒すぎてピチって言ったけど、22分22秒ですよ。あ、本当嬉しい、ありがとうございます。おしゃべりばっかしてしまって、いや本当ですよ、私あのしげるさんより絶対黒かった、自信ある。そうだよ、本当に黒かったっちゅうけん、真っ黒で。そう、あのね、そう、最近あの相方と話してたんですよ。私がサッカー部に入ってた時は、1年生の時に入ったんですけど、全然女の子がいなくて、で私が入って5年生ぐらいの時から下の代で女の子が増えたんですよ。で、私の所属してたチーム、男子サッカーチームだったんですけども、5、6人女子がいて、そう、そうそう、でさ、なんかみーちゃんが入ってさ、女の子増えたよねみたいな話しよって、そういう話はまあ置いといて置いといてというか、そういう あれがあって、下の子、後輩女の子がいたんですよ、同じサッカー部に途中からね。同じ年にはいなかったんですけど、下の子がおって、でも黒くてさ、これもう白くならんよっていう話をされたことがあったんですけども、その子に言ってあげたい、もう心配しなくてもね、白くなるけんって本当心配し、もう私も超心配してたんですよ。ちょっとこのまま大人になったら真っ黒だなって、私もう心配してたんですよ、色白になりたかったから。けどね、心配せんでも日焼けはね、いつかね白くなるけん
丈夫よって言ってあげたい。でもよく言われるんですよ、兄ちゃんあんな黒かったとにねって。はい、スタート。そうそう、下の子たちにも いつも言いよる、大丈夫だよって本当に心配せんでいいばい。やったー、またおみずき3人。なんか下の私がずっとさあの女の子一人やったけど、途中から女の子が入ってきてくれて、まあ、年下やったけどみんな全然ね楽しかった。女の子いっぱい6人ぐらいおったとかな、そんなおったかな、6人ぐらいおった。で今でも私の今でもっていうか、そう最近は知らんけど最近は知らんけど多いです。私の所属してたサッカー部は女の子が多い、男子サッカー部やったけど。で男子サッカー部な、男子サッカー、まあ男子サッカー部か名前がだ、あやばい負けてる そうね、なでしこジャパンが優勝したのが2010年やけんか、私は2007年ぐらいに始めたけん3年ぐらいは少なかった。2010年以降増えた気がします。ありがとうございました。対戦地域のね子たちもねめっちゃ増えたよ、女の子サッカーしてる子は。フットサル最近小学校の時にやってたフットサルの大会の動画を見ました、相方と。めっちゃ面白かったじゃあ次は26分22秒 ありがとうございます。対戦そうよ、何時まで配信しようかな、30分40分40分、あのランキング読み終わって40分。背番号8番やったし、8番やった、ずっと18の時もあった、8番もあったし18もあったし11番の時もあったし6番の時もあったし、うーんそれしかない。11 6 8 18 18はあの女子サッカーの時、中学1年生の時は18番やった、中学2年生になったら8番になった。そうそう、40分ぐらいじゃない、40分、間違えんで、ん40分、違う違う違う、20時40分よ。あれ何分から始めたっけあれ1時間したよね、もうしたよね、1時間した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 よ はい、ねあと20秒30秒ぐらい。あ、惜しいと思う。もう大好きだ、本当に一瞬配信しても見るぞって嬉しすぎる、もう嬉しすぎるよ、幸せ者だ私は。あ、やばい、22秒10秒です。ちょっと熱いさ、ここの部屋熱かさ、本当にやばい。はい、ドボン、よかった、22秒やけん、やった、またおいづき3人持って。私のつむじ見たいの、見たか、恥ずかしい。あ、2回目、やった、ありがとうございます。ほら言ったやろ、今日2回当たるって、素晴らしい、よかった、当たりたい、いっぱいもドボンしてくれてたからいっぱい当たりたいと思ってたんですよ、ありがとうございます、こちらこそ、よかったよかった、嬉しい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 、ちょっと勝とう、もう一回勝とう
イメチェンしたいんですよね。イメチェン、イメチェンしたいんですよ。髪を茶髪にしてみて、でなんか前髪がこうもう重たいじゃないですか。こういうのをなんかこうシースルーにして、なんかこういうチュンチュンチュンっていうか3本ぐらいの前髪にしてみたいんですけど、していいですか？卒業してからしよっかな。なんか黒髪がいいんですよ、アイドルは。やっぱり一回してみていい？一回もうすぐ黒くするけん、ここ黒く、ここから黒くなってくるじゃないですか。こう黒くなってくるじゃないですか、髪が。それが目立つようになったらもうすぐ黒髪にしたい、したい。飽きるけん、どうせ茶髪、茶髪多分飽きると思うんですよ。あ、染めるな危険って、やっぱり、やっぱ染めちゃダメか。あ、やった、また上がりだ、嬉しい、ありがとうございます。また1、また1。違いますよ、あの私の顔に熱いやつ染めてもいいよって。ありがとうございました、対戦。そうね、染めてみたい。でもあんまりね、顔やっぱね、人それぞれね、似合う人と似合わない人ときっといるんですよ。私は多分あんまり似合わないのかな、黒が似合うのかもしれない。でみんなに言われたんですよ、一回染めた時に。みんな黒、やっぱりみーちゃんは黒だって言われて、ちょっとショックだったんですけどね。なんかそんな私なんか大人っぽいの似合わんかなと思って、茶髪もしてみたい。でなんかその3本みたいな前髪、4本かな、こう、こういう、わかる、わかりますかね、わかるかな、なんかこういうそれにしてみたい。じゃあ次は31分22秒にします。好きにしたらいい？本当に？絶対みんな言わんでね。なんで染めたと？とかさ、え、最近ファンになりましたって、嬉しい、ありがとうございます。本数の問題、いや本数じゃないですか、4本とか3本とか。ん？え、もう今年中に茶色くなりますよ。とりあえず言わせてよ。いいよ、じゃあ言うだけよ、言うだけやったらいいよ。そんなもう最悪、もうみずきのこと嫌いって言わんならいいわい。茶髪、なんかちょっと似合ってないよぐらいやったらいいけど、あのもう大嫌いみずきっていうのはやめてくださいね。髪色変えただけでもう大嫌いみずき見たくないとか言わんでくれたら嬉しいです。ピンクは多分似合わないんですよね、私きっと。そんな禁止とかじゃないですよ、もう。そうそう、ちょっと、いやみんなそんな言う？もうやっぱ黒が安牌ですね。そう、22秒、あと6秒、7、8、あ間違えた、9、10、1、ドボン、当たれー、みんなと当たれー。おお、あー嬉しい、お水木2人と空の1人、おれー、おお、開いちゃう開いちゃう、足がしびれてきましたね。えもう嬉しい、嬉しいよ。あ、そうなんですよ、 TikTok はなんかね、本当に加工がすごくてね、あれ、あの光フィルターとかもすごい茶色く見えるんですよね。でもね、あの光とかで外に行ったら茶色く見える髪。私黒なんだけど、染めてないけど、おらん、ちょっとまた別の日にドボンしようかな、明日か明後日か。もうちょっと 暑いけんさ、涼しいところでしますね。え、誰今私にドロースリーした人、誰誰。
あ、ブリーチとかせんよ私。え、ブリッチ、ブリーチだよね。ブリーチはねせんよ。なんかお母さんがね、ブリ一人で喋り合った時に顔テカテカやね、もう熱くて汗かいて、ほら見てもここら辺とかここら辺とか、ハイライトかな、これどっちかな、ハイライトか汗か分からんけど、ちょっと熱かけも配信終了。ランキング読みますよ、ちょうど40分ぐらいやろ。ありがとうございました、皆さん対戦してくれてありがとうございました。本当にまたしますね、2日後ぐらいに。あ、やべ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 、ランキング読むと忘れとった。そう、ドボンのねランキングをね読みたくて読みたくて忘れてました、ずっと。ごめんなさい、読みますね今から。もう親切に送ってくださってるんですよ。あ、これ、あ、そうそう、これこっちから読みますね、送ってくれたのでファンの方が。読もう読もうって忘れとった。第9回読んでいいですか、ちょっと。100位、第10回やる今、10回やけんか。あ、びっくりした。おみずきおらんなと思っとったら37位によるびっくり。10位、第10回ありがとうございます、あの私のカード使ってくれた方。じゃあ読みますよ、時間かかるかな。じゃあ読みますよ、ダーッと読んでいいですか。え、嬉しい、本当に。前回ってこれのことかな、ありがとうございます。じゃあ第10回はまだ残ってそうやけん9回読みますね、ありがとうございます本当に。第、ちょっと待って、100位から5分ぐらいで読もう。第100位シロさん、第99位 SIRVA さん、ありがとうございます。第98位あつひろちゃん2、97位ハノーハノーファさん、第96位イカリアットマークおみずき FC さん、第95位のりののりのさん、ありがとうございます。で次が第94位ネロネロさん、ネロ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 って。第93位カトケンさん、第92位タカノリさん、第91位タロシさん、アットマークおみずき FC、 イエーイおみずき FC だ。第90位野口さん、第89位谷さん、第88位伊藤さとしさん、第87位トーキダポッポさん、ポッポさんありがとうございます。第86位ナッピさん、第85位絵文字さん、第84位 SIONGQ さん、第83位ジャガちゃんの里さん、たけのこの里みたい。第82位どんぐりコロコロさん、第81位リンパパさん、第80位笑顔アットマークニコニコさん、第79位カトリョウさん、第78位 PRE さん、第77位浦和魂さん、第76位マコネコさん、第75位献血ジャスミンボーイさん、第75位、第74位キャリテテさん、第73位プルミさん、第72位ユリチャさん、第71位オノチさん、あったお水系 F まで終わっとる。第70位 M マックスさん、あの汗かいてきたけんさ、テカテカしとるかもしれんけどさ、あの許してくださいね、あのお水系ちょっとな汗かいとったかなと思われるかもしれんけど、クーラーがついてないんですよでもさ、あのお母さんが寝とるけんさ、なかなか配信できんでさ、ごめんなさいね。第69位今日の日はさよならさん、第78位石さん、第67位ホッシーさん、第66位チャイアンさん、第65位シロスキーさん、第64位
ララさん第63位、風吹く丘さん、ありがとうございます、ありがとうございます。第62位、さかなさん。第61位、中澤さん。第60位、ピーコさん。第59位、ヨシワンさん。第58位、ビンスタイガーさん。最近ね、タイガー見た。第75位、57位、嘘みたいだろさん。第56位、マサミズアンリレさん、ありがとうございます。第55位、キズニアンコさん。第54位、ニーズさん。第53位、ゴゴティさん。52位、第52位、神々の神々の黄昏さんカンニングしましたね。カンニングしましたよ。まあまあまあ、カンニングもありって聞いてますよ、ランキング読むときは。はい、ありがとうございます、黄昏さん。第51位、梅猫さん。50位、ロロリーさん。第49位、モーさん。第48位、あー、出た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 、これなんだっけ、なにこれ。あ、そう、黄昏は多分もう死んでも読めん、もう一生読めん。これなんでしたっけ、チミ毛量さん、ありがとうございます。第47位、ナナさん。あ、違う、ナナさん、ナナさんだよ。第46位、ツヨッシーさん。第45位、ジュリー・ロジャーさん。第44位、ニュージャックさん。第43位、 KAZN さん。第42位、キューちゃんさん、ありがとうございます。第41位、ラスティさん。第40位、キョウさん。第39位、飛びすきさん、ありがとうございます。第38位、ルッツさん。第37位、グッシーさん。第36位、 OKAZ さん。第35位、ジャイアントパンダさん。ジャイアントパンダってなんだ、パンダか。第34位、研究生さん。第33位、カズオさん。第32位、タカリンさん。第31位、ウリットさん。第13位、第30位、ウスタポンテさん。第29位、ドバクさん。第28位、あ、キルトル、ヨシユさんだ、キルトルっちゃけど写真。第28位、ヨシユさん。第72位、27位、アレンジマン、あとおみさん。第26位、ララバイさん。第25位、おみずき、ピザクルさん。ピザクルさん、最近見たな。なんか、あれしょった。配達しょった、ピザクルさん。第24位、グミさん。第23位、ゆきのすけさん。第22位、もっくん、おみ、FC さん。ありがとうございます。第21位、ひぐらしさん。第20位、パレードルナさん。あ、パレードルナ、おみ FC。ありがとうございます。第19位、ハータンに会いたーいさん、ありがとうございます。第18位、エイトボヤさん。第17位、ヒカリさん。第16位、 OMZKDSK、 ありがとうございます。あ、OMZK さん、ありがとうございます。あ、あっち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 、汗が、あっちあっちあっち。第15位、あやはらさん。第14位、キーちゃんさん。そして第13位、ほないこかさん。第12位、モネさん。第11位、ちょこっとチョコさん。第10位、ハルオさん。おー、ベスト10に来た。ベスト10、ありがとうございます。ちょっと休憩しようか、はあ、ちょっと休憩、ちょっと休憩。もう何分になった、40分になった。あ、もう41分だ。よし、ちょうどよかった、ちょうどいいペースやったな。よし、じゃあ10位からもう一回仕切り直していきます。第10位、ハルオさん、ありがとうございます。第9位、ユージさん、ありがとうございます。第8位、長崎県が好きな、うわー、ウィネマツさん、ありがとうございます。誰かと思った、長崎県が好きなまで、ありがとうございます。第7位、ウィネマツさんじゃない、第7位、お水原子仙台してありがとうございます。第6位、おみやすんさん、ありがとうございます。第5位、アルシンドさん、ありがとうございます。第4位、コモちゃん、アットマーク、オミ好き、ありがとうございます。4位、よし、そこから3位か。第3位、モッシーさん、ありがとうございます。第2位、ヒロくんさん、ありがとうございます。
すごい、こんないっぱいおる中1位になるのすごい、本当にありがとうございます。第1位は台湾のポミさん、ありがとうございます。本当に今日も対戦できてよかった。本当いっぱいしてもらった時にさ、当たりたいなと思ってました今日。やっぱそう思っとったら2回当たりましたね。1位ありがとうございます。毎回1位だよね、本当にありがとうございます。今見た感じ、あの第10回も1位やけん、ありがとうございます。本当に今度またあの近々もう1回、近々やったっけ、こういう日本語あるよね、近いうちにするので、もう1回対戦したいですね。また最後とは言わず、今日がありがとうございました。本当に皆さん、前回もいつも遊んでくれて、私のカードでありがとうございました。本当に。じゃあ続いて、今日のショール今日のショールームのランキングを読みます。第13位かんきさん、ありがとうございます。第12位かたっちさん、あいいとおえけおりりえん、ありがとうございます。かたっちさん。第11位ロケットスニーカーさん、ありがとうございます。第10位スリちゃんの中心さん、ありがとうございます。第9位台湾の中心さん、え、同じ、え、違う、ともとも、ありがとうございます。中心さんと中心さん、ありがとうございます。第8位インテリアクタさん、オミは私の推しメンでやんすか、じゃがいもで、え、なんてじゃがいもですか、違います、おみ、お、推しメンですよ、じゃがいもな、じゃがいもも兼推しメンでやんす、ありがとうございます。第7位ショートさん、みーちゃんよし会えなかったんで夜勤サボる、えダメよサボっちゃ、怒られるけん、本当に。じゃあ怒られる程度に休んでいいですよ、あバレン程度に、あそんなこと調べか、頑張ってください、ありがとうございますありがとうございます。第6位、ああ峰松さん、そういうことか、会えんかったけんってドボンの話か、いつの話かなと思っとった今ありがとうございます。第6位峰松さん、今日食べたマンゴーのかき氷美味しかったですって、いいな、見ました見ました。やっぱね、夏はかき氷ですよね。まだ食べてないんだけど、今日はね、実はかき氷屋さんに入ろうとしたんですよ、けどかき氷じゃなくてアイスにしました、近くの。まあそんな話です、ありがとうございます。第5位吉成さん、アットマークおみくじ一回引きます。明日の運勢は、石森さんの明日の運勢は、ドルル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 ル明日ね、またありがとうございます。だって私が今日やけんさ、ひどいって言われたごめんなさい。だって私がさ、今日やけんさ、なんか私より下、私よりみんながひどいって言うけん、また明日弾いてみてください。多分明日も配信するけん、西野さん、また明日ね。明日はきっと、もちろん大凶より下はないけん大丈夫、期待しとって、今日頑張りましょうよ、私だって今日やけんありがとうございます。同じ距離上だって、ダメダメ、大凶だから、ありがとうございます。第4位ブリントさん、 HKG、 ありがとうございます。ブリントさん、ん、何、ありがとうございます。第3位おのちさん、アットマークおみずきうしランキング71、ありがとうございました。あ、お、71、ありがとうございます。どうもね、ありがとうございました、いつもありがとうございます。本当に。第2位
ただのポミさん、アットマークおみずきの神推し天の称号ずっと大切にしますって、ありがとうございます。もう本当にありがとうございます。いっぱいもうドボンで1位取ってくださって、ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。今日もありがとうございました。そして第1位よしゆさん、アットマーク明るい髪色めっちゃ賛成って、あーもうよしゆさんが賛成って言うならもうちょっと染めちゃおっかな、染めちゃおっかな。ありがとうございます。よしゆさんありがとうございました。今日はいてててて足が痛い。ちょっともうクーラーのとこで配信する絶対。こん今日が最後やけんね、こんな狭いとこでするのは。もう汗だくばい、汗だくばい。でも全然大丈夫ですよ、いつも本当に元気もらってますから。 DM とか755とかTwitterとか何の笑い今のふふふ。明日は何時かな、ちょっと家族がおるけんさ、クーラーもさ壊れてあんま2階に行けないからさ、まあ、行こうと思えば行けるけど汗だく、ちょっと暑いんでテカテカしてますけど。今日は皆さんありがとうございました。暑い中、暑い中って逆かこっちが暑いだけでしたね、ごめんなさい。じゃあ、あ、やだやだ、もう今日絶対755返すけんね、もう絶対返すから、もう詐欺って言われたけんもう絶対返すけん、おやすみなさい、待っとって、もう待ったら755に行きます。バイバーイ、涼しいところで755返しますね。じゃあおやすみに、ね、ちょっと近ければ近いほどテカテカが目立つけん、ここら辺で失礼します、ね。